皆さんこんにちは、レディック線に講師の厚田です。それでは二級 FP 技能検定試験の配点予想を始めていきたいと思います。まず、えー、今日ですね試験受けられた方皆さんお疲れ様でした。暑い中大変だったと思いますけれども、えー、まあ早速ですねまあちょっと解説に移っていきたいと思うので、えー、っと流れとしてはですねまず共通の午前午前中行われた学科試験の、えー、まあこちらについても六十問あ 単純に36問以上正解すれば合格ということなんですけれどもあの場合によってはあの回答が今手元にないという方もいらっしゃると思うんで回答をこちらは伝えていきます。<laughs> 次に えと流れとしては日本 FP 協会が実施した資産設計提案業務の配点予想で終わりましたら金融財政事情研究会の個人資産相談業務の配点予想をしてあと残った時間で学科と実技試験の簡単な解説をしていきたいなというふうに思ってますのでではじゃあ学科からいきたいと思いますでは学科試験なんですけどもえっと で元にまあ私、えー、実施団体が、えー、公表した回答があるので、まあ、そちらを読み上げていきたいと思うので、まあ科目ごとに申し上げていきますが、五、えー、問刻みでですねやっていきたいと思いますので、ではまず、えー、ライフの一から十までを五、えー、問刻みで申し上げていきます。ではいきます。えー、ライフ問い一が二、問い二が二、問い三が一、問い四が一。 問い五が3、えー、ともう一度問い一が二、問い二が二、問い三が2、問い1五が,が3、続いて問い6から問10です問い6が2、問い7が3、問い8が4、問い9が2、問い10が3、もう一度6から10ですが、問い6が2、問い7が3、問い8が4、問い9が2、問い10が3です。 続いてリスクの問11からまず前半の問15まで申し上げていきます。問11が3、問12が4、問13が1、問14が2、問15が1、えー、繰り返します。問11が3、問12が4、問13が1、問14が2、問15が1、えー、続いて後半です。問16が3、問17が3、問18が2、 問い十九が四、問い二十が二、えもう一度繰り返します。問い十六が三、問い十七が三、問い十八が二、問い十九が四、問い二十が二です。続いて金融の二十一から三十ですが、まず前半部分です。問い二十一が二、問い二十二が一、問い二十三が一、問い二十四が二、問い二十五が四、え繰り返します。問い二十一が二、問い二十二が一、問い二十三が一。 問26が3、問27が4、問28が3、問29が3、問30が4、もう一度です。問26が3、問27が4、問28が3、問29が3、問30が4。続いてタックスの問31から40、前半です。問31が4、問32が4、問33が1。 問31が4、問32が4、問33が1、問34が2、問35が1、後半に移ります。問36が3、問37が3、問38が2、問39が3、問40が2、もう一度36から40です。問36が3、問37が3、問38が2。 問い39が3、問い40が2。えー、続いて不動産の41から50ですが前半です。問い41が1、問い42が2、問い43が3、問い44が4、問い45が1。えー、繰り返します。問い41が1、問い42が2、問い43が3、問い44が4、えー、問い45が1。後半です。問い46が4。 問い47が3、問い48が4、問い49が4、問い50が2、繰り返します。問い46が4、問い47が3、問い48が4、問い49が4、問い50が2。最後の相続、前半五問です。問い51が1、問い52が1、問い53が2、問い54が4、問い55が4、繰り返します。51が1問52が1問53が問問 問い54が4、問い55が4後半です。問い56が3、問い57が3、問い58が4。 問い56が3問い57が3問い58が4問い59が3問い60が1ということで今60問答えを読み上げましたけれどもこの中で別にです科目ごとではありませんので全体として6割以上36点以上ですね正解があれば合格ということになりますのでまずこちらで確認いただければと思います。 いよいよですね、えー、と本題の配点予想に入っていきたいと思うのでまずは FP 協会の資産設計提案業務からですねちょっと読み上げていきたいと思いますのでちょっと近在の方は少しお待ちいただければと思います。 では資産設計提案業務ですけれども最初にですねこちらは大門が1から10までありますけれども全体として配点が100点あります100点ありますけれども60点以上で合格ということですがただ配点がですね公表されませんのでじゃあこ,ちらこちらでまずレックの独自の配点を申し上げていきたいと思いますでは大門の1からいきます第1問2つ問題がありますがまず問1 こちらは各1点の4つで計4点、各1点の4つで計4点、問い2が2点です。問2が2が点ですから、問い1が1つできたら1点、それが4箇所あって、問い2が1つで2点ということで、合計6点満点ということで、第1も終わりです。続きまして第第問問です第2問が 4つあります。問3から問6までありますが問3が各1点の計4点,各点,の計4点で、問4が2点、問5が2点、問6が2点、繰り返しますと問3が各1点の計4点で、4、5、6、いずれも2点ずつという形で合計するとえこちら金融なんですが10点という配点となります。<laughs> では、第3問い 7, 7が2点、問い8が2点、問い9が2点、で問い10が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、もう一度確認しますと、問いの7から7、8、9が2点ずつ、で問い10が各1点、 点の四箇所あるんで計四点ということで。第三問も金融と同じく合計十点の配点ということになります。続いて第四問です。こちら問題は問十一から問十四という形なんですが。まず問十一が各一点の計三点。各一点の計三点。で問十二が各一点の計四点。各一点の計四点。で問十三が二点。 問13が2点で問14が各1点の計4点各点点の計4点もう一度確認しますと問11と問12問14が各1点で問13これだけが2点ということになってますので基本1点ずつが111214ということになってますので合計すると第4問が合計13点の配点となります。 続きままして第5問に移りますこちら問題が1516173問になってますが、えー、と問15が2点問15が2点で問16が各1点の計4点問16が各1点の計4点。 問い17が各1点の計4点,各1点,の計4点ですので問い15が2点で1617は1点ずつの計4点ずつということでこちらも合計すると第5問は10点の配点ということになります <laughs> 続いて第6問です。 こちら18から21の4問構成ですがまず問18が各1点の計算点各1点の計算点19が2点問19が2点問20が2点問21が2点ということでもう一度確認しますと問18が各1点の計算点192021が2点ずつということで合計すると9点の配点となります。 続いて第7問、これが22、23、24、3問ですが、22、問22が2点、問23が2点、問24が2点ということで、この第7問の問題はすべて2点ずつということで、22から24、いずれも2点ずつという配点となります。また第8問ですが、25から27問7の3問構成ですが、問25が2点、問26が2点、 問い27が2点ということで、まあ、全て2点ずつという配点になっているということで第7問と第8も同じとなります <laughs> 続いて第9問総合問題これから2問続きますが第9問が28から34までありますますず28からいきますが問い28が2点問い29が2点 問い,30が2点で問い31がこれ各1点の計算点各1点の計算点問い32が2点、えー、問い33が各1点の計算点、えー、問い34が2点ということでもう一度繰り返しますと,、えー、と2829303234こちらが2点ずつ。 で31と33がこれ各1点の、えー、どちらも3問、えー、3つ問題があるの、ね、で、えー、どちらも31も33も、えー、計3点ずつということでこちら合計すると16点という配点点点という配点になります。<laughs> そして最後の第10問です。えー、こちら35から40までありますが、えー、問い35が2点、問い35が2点、問い36が2点、問い36が2点。 問い37こちらが各1点の計2点、各1点の計2点、問い38が2点、問い38が2点、で問い39が各1点の計4点,各点,の計4点で、問い40が2点、問い40が2点。もう一度確認しますと、35、36、38、40、こちらが2点、で37と39が各1点。 こちら2点と4点があるので、えー、37が計2点39が計4点ということでこちら第10問合計すると、えー、14点ということで第1問から第10問までこれ合計すると100点満点となりますので,で今回はこちらで60点以上、えー、獲得できれば合格ということになります。<laughs> では一旦これで資産設計提案業務を終わりまして続いて金融財政事情研究会の個人資産相談業務に移りたいと思います。でこちらなんですけどもまず、えー、回転は50点満点で大門が1から5までありますが全て大門、えー、1問ごとに10点という形になります。では第1問のライフです。ライフなんですが、問1が、 1> 各一点の計四点、えー、各一点の計四点、えー、問い二が各一点の計三点、各一点の計三点、えー、問い三が各一点の計三点、各一点の計三点で合計すると十点ということで、まあすべて一点ずつということ、一、えー、つの丸一丸二丸三というこれが一点ずつという形になります。<laughs> 続いて第二問に移ります。第二問四、えー、から六ですが、えー、問い四がちょっとこれき えー、注意いただきたいんですが、えー、各2点の計4点各2点の計4点ちょっと後で説明しますまず一旦読み上げます問い5が各1点の計3点、えー、問い6が各1点の計3点、えー、もう一度、えー、ちょっと異なる他と異なるので申し上げると問い4が各2点の計4点問い5が各1点の計3点問い6が各1点の計3点となります 続きまして第3問 7, 8, です。い7が各1点の計算点、えー、各1点の計算点問い8が各1点の計算点各1点の計算点で問い9これ,これ注意してください各2点の計4点各2点の計4点これは2問と同じくちょっと後で、えー、説明いたします。第4問。 え十十一十二ですがまず第四問問い十が各一点の計四点各一点の計四点問い十一が各一点の計三点各一点の計三点問い十二が各一点の計三点各一点の計三点ということで合計すると十点満点となります続いて第五問こちら十三十四十五ですが。 問13が各1点の計3点、問14が各1点の計3点、問15が各1点の計4点ということでもう一度、13が各1点の計3点、14が各1点の計3点、15が各1点の計4点ということで、第5問も10点満点ということで、これすべて1から5まで、えー、合計すると50点で。あとは配点がですね、1点ずつと2点ずつというところがあるんですが、まあこれ計算していけば50点満点になるんで、 ですから三十点以上で合格ということで、で今こちらでちょっと解説,説明したいのがえっとですね、今回の場合第二問と第三問で各二点の箇所があります。でちょっと我々のところでは答案用紙がないのでえ何とも言えないんですけれども、実際にはもう実施団体から回答が公表されていますが、まあそれを見るとえっとまあ例えば第二問だと問い四は丸一と丸二で今回実は X 社と。 えー y、社別々に書いていくような形になってますが、まあ、回答を見ると丸1という形で2つ書いてあって、えー、それで丸1が終わりで丸2についても同じく、えー、2つ書いて終わりということになってるんで人によってはですね <laughs> 例えば。 丸一の X 社ができているでも y 社が間違っているという可能性もあると思うんですがこちらは1がで両方できて初めて、えー、配点が来るというふうに考えてますので12ともに2点ずつというふうに考えております。 また第3問の、えー、と問い球ですね、問い球、えー、こちらについては、えー、こちらも、えー、丸1と丸2、2つしかなくて、まあ、ちょっと配点が高いんですが、それは計算過程、ちょっと時間かかるであろうということで、2点とずつという形にしてますので、この2つだけが2点ずつで、あと残り1点ずつということなんで、まああのー、計算の仕方は非常に、えー、まあ、 えーと特定の計算の仕方は簡単かなと思いますので、まあ、こういう形でまあレックは考えているというふうに考えていただければと思います。ではそうしましたらちょっと簡単ではありますけども学科試験からですねちょっと簡単な、えー、解説公表をしていきたいと思います。<laughs> で学科試験なんですけども、まあ、ちょっともう手元には実施団体の回答がありますので、まあ、こちらを使いながらという形なんですけどもまず傾向から見ていくと。 えっと問題1についてはいつも通りですね、えー、業績関係の問題が出ているので、こちらについては確実にですね正解を取っていただきたいということで、まあ、今回、問題1の1、2、3、4、見ていただくと、まあ、2番が明らかにですね、えー、こちらは金融商品取引業者の登録を受けてない B さんがということですが、えー、特定銘柄、まあ、個別具体的な特定銘柄の株価チャートを解説して、投資のタイミングを上限しているということがあるんで、これは明らかに にですね、えー、関連業法に照らして不適切だと言わざるを得ませんので、まあ、2番が今回正解だとであとは残りについてはですね、えー、例えば1 一般的な生命保険商品の商品性の説明であったり、あるいは任意貢献受任者であったり、またですね見込み額を試算ということで、ですね、うん、これに関してはですね別に、えー、当該資格がなくてもできることですから、まあ、個別具体的なものについてはアウトで、一般的なものであれば政府ということになるので、これ、確実に正解を取っていただきたいところとなります。 また問題2についても、こちらについては、えーと、各種表の一般的な作成方法というところがありますけれども、まあ、この中で例えばなんですが、2番、<coughs> こちらは、 キャッシュフロー表の作成において可処分所得は年間の収入金額から所得税と住民税これで計算された金額を計上するとなってますが可処分所得については所得税、住民税さらには社会保険料こちらの3つを引かなければいけないのでちょっとここについてはこれ必ず暗記しておかなければいけないところなので、まあ、そういうことで言うならば問題1と問題2これ確実に合格者であれば正解取れる問題ではないかなと思います。 あと問題3からですね4、5、6えと、7、8ということで、えー、まあ3から公的な医療保険、えー、4が雇用保険、えー、5が厚生年金6が老齢給付7が遺族給付8が確定拠出年金ということで、まあ、ここら辺のところは毎回このような内容になっていると思うのでせめて半分以上は正解を取っていただきたいなというふうふに思います。 でえー、と問題9のです、ねまあ、最近、ちょいろいろ問題があるです、ねえー、日本学生支援機構の、えー、奨学金のところなんですけれども、まあ、ここについても教育論であれば 間違いなくこちらが出る可能性が高いので、おそらくしっかり学習されている方であれば、正解は取れるのかなというふうになりますので、まあ、ここのところですね、確実に正解を取っていただきたいということと、問,い問,題,10です、ね、問題10の問い10のところなんですが、これがですね、BS、貸、ま、借、あ、対,対象が出るのは珍しいかなというところではあるんですけども、結局、えー、ここ、今までもそうなんですけども、今までであれば、損益計算書が出てきて、ですね損益計算書の各段階の利益の名称 してますかとかいう問題があったんですが今回は対策対象表が出ているんですけども例えば えこれは募金をしている方であれば借り方貸し方で通じると思うんですがえそうでない方については左と右という表現を使わせていただくと左側通常これ借り方になるんですけども資産の部とあって資産の部なんですがこれ通常はですね通常の企業は上から流動固定という順番に並びますこれは資産も負債も同様ですですから今回資産の部のところで上が流動下が固定となっているのでそうであるならばえ右側貸し方側に移っていただく 項目の負債の部のと下が「ですね胃が、えー、埋まって、えー、空欄になっていて「う」ウについても空欄になっているということでこれも、えー、左側の資産からですね流動負債固定負債の順番じゃないかというふうに考えてもらえるならばですね、まあ、こ,れこの時点で1番と3番が、えー、どちらかが正解だということが分かります。 であとは、ですねあのところなんですこれ知ってる方であればもう当たり前なんですが資産のところに買いかけ金が来る、つ、えー、けですね、買いかけ金はつけなんですが、えー、買いかけ金が来ることは絶対ありませんので、まあ、ですからもう、あは売りかけ金しか入らないということなので、まあ、そこを知ってる方であれば、あと、いだけで正解が3番ということが出てきますので、まあ、これは何度も何度もですねこういう形のですね例えば貸借対照表、貸、まあ、借対照表珍しいんですが、損益計算書がよく出ていることを考えると、まあ、あの2級 の受験者の方は必ずですね簿記のところは学んでくださいというメッセージだと思うんでこれ簿記を知っている方であれば多分,数多分10秒ぐらいで終わってしまうような問題だと思うので非常に平易な問題ですけども簿記を知らない方だとちょっと難しいかもしれません。 続いて、えっと、問題11から20のリスクのところなんですけれども、まあ、こちらであれば例えば問題2がですね、まあ、これもよく出てくる生命保険の一般的な商品性という形の問題ですけれども例えば1番の低減定期保険というのがありますが低減定期保険というのはこれですね低減するのは何かというと 保険料ではなく保険金です。保険金が 低減していくタイプこういうもの、低減定期保険も、低増定期保険も、一般的な定期保険も、すべて通常保険料同じです。保険料同じなんですけども、もちろん同じ金額であれば、低増定期保険が一番保険料高くて、低減定期保険が一番保険料安いので、ですからこれ、保険料は一定だけども、保険金額が変わるというふうに考えてもらえればいいのかなというふうに思います。あとはですね、 あの2番のところなんですが、特定疾病、えー、保障定期保険とありますけれども、これは通常の死亡保険のところにですね、まあ、特定疾病になったら、その時点でも保険金を支払うよという形なので、あのこれし、えー、死亡者合については、死亡保険金払われないと書いてありますが、そんなことはありませんので、あのー、死亡者合でも通常通り払われるということになっていくので、まあ、こんなところ、ちょっと確認いただければと思うんで、えー、ここについては基本的な内容で十分対処でき できると思いますまた、まあ、今回、問13でも、えー、生命保険の一般的な商品性ということなんで、まあ、ちょっと一般的な商品でが2つ並んでいる、まあ、ちょっと傾向としては珍しいタイプではありますけれども、まあ、あのー、一般的な商品性は必ず出るところですからこれはしっかりやっておいていただきたいなというところになります。あとはですね例えば問題16であれば自動車保険の一般的な商品性 ですねということで、これもよく出ているところですから、しっかりやっていただきたいところ、でまた問題18でも、えー、今回は、えー、第3分野の医療保険とがん保険の一般的な商品税ということで、ですから、一般的な商品税が4問出ているということなので、ここら辺、しっかりやっていれば確実に正解取れるんではないかなというふうに思います。ということで、ちょっとすみません、リスクはこれで終わりで、続いてですね問題21以降の金融というところになっていくんですが、例えば、 問題22は ETF の一般的な特徴ということで、まあ、ETF については当然知っておくべき内容かなと思うので、まあ、ちょっとこちらについては解けるようにしていただきたいというところとまた問題23番がですね固定リスキー債権の利回りの話ですけども、まあ、計算していけばできると思うのでこちらもできるようになっていただきたいとあと問題24についてなんですけどもこちらについては トピックスにつきましては、こちらについてはですね、これは代表的な225銘柄を対象としているものではなく、全銘柄ですね、対象にしていますので、あの通常225銘柄を対象としているものは、日経225225ということなので、まあ、これが誤っているということは、容易に判断できるのかなというふうに思いますので、ちょっと細かい指数が出てきたりしていますが、まあ、一度は目にした方がいいのかなというのが、今回の問題から分かることです。で次に 問題25ですけれどもこちらにつきましては、えー、と必ず試験直前には例えば ROE の計算式 PER や PBR これはもう覚えておかなければいけないと思うので、えー、これについては通常の受験生の方であればしっかり計算式を覚えていらっしゃると思うので、えー、正解取れる問題ではないかなというふうに思います。 あとは問題28番が、えーまあ、ジュニアニーサと積み立てニーサという問題が出ていますがこのニーサ絡みの問題はほぼ毎回出ているところなので、まあ、ここについては日頃の学習成果が現れやすいところじゃないかなというふうに思います。 あとは問題30がですねちょっと、えー、珍しい、えー証券えー、東京証券取引所が公表したですね、まあ、資料をもとにです、ねえーまあ、答えさせるという問題ですけれども、ちょっとここについては、この手の問題が出たことがないので、ちょっと難しいかもしれませんが、まあ、なんとなく当てはめながらやっていけば、えー、解けるのかなというふうに思いますので、えーまああ、ここはちょっとなるべくできるようにしていただきたいなというふうには思います。 続いて問題31番からタックスになりますけども、えー、例えばここでは問題31は所得税の原則的な仕組みというところがありますけどもあの4番これ明らかに間違っていますけども、えー、所得税は一律の税率ではなく超過累進税率を採用していますので、まあ、ここは確実に正解を取っていただきたいという選択肢となります。また33番に移っっててもらって、えー、所所得得税の総所得金額 ですけれども今回は給与所得が600万、不動産所得が40万のマイナスなんですが、このマイナスの中には、負債の利子、土地の負債利子が10万含まれていますので、損益通算できるのは30万円までということで、600万プラスマイナス30万で570万、で譲渡所得の金額、マイナス50万ということで、通常であれば、ですね、まあ、今回はゴルフ会員権なので、総合課税のものなんで、できそうなんですけれども、ゴルフ会員権につきましては、今は、 損益通算かからら除外されておりますから、まあ、ですから今回、譲渡所得の金額マイナス50万とありますけれども計算上は0円と考えていかなければいけないので、まあ、なので570万,万円が正解ということになります。 はいあとは、えーとまあ、問題36なんですがちょっとここについてはですねちょっと難しいかなというふうに思うんで、まあ、1番と2番はこれ明らかにですね確定申告不要ということがわかるのであとは3番4番のところなんで、まあ、ちょっとここはもうできなくてもいいかなというふうに基本的には思います。 はいあとはですね、まあ、問題39九消費税に関する問題が出ておりますが、まあ、消費税に関してはこのままいけばですね、えー、2019年の10月からはですね10%になりますのでまだまだ消費税の重要性は高いということでこれはしっかり確認いただければなということで、えー、タックス終わりにしまして続いて不動産の41から50です。 で41の問題に関してはこれはもうありきたりの問題ですからこちらは正解を取らなければいけないのかなと思うので相続税の路線化は工事価格の80%で例えば工事価格の70%を取るものはこれ固定資産税評価これはもう当たり前の話なのでここは必ず正解を取らなければいけないのかなというふうに思います。あとはですね まあこちら例えば問題44であれば、えー、こちらですね借地借家法の問題が1問出ておりますがいつでもですね毎回借地借家法の問題は最低でも1問出て今回はまあ1問しか出てませんが1問は出るわけなので、まあ、受験生であれば問題44は正解取らなければいけないかなというふうに思いますあとはですね まあ今回48番で固定資産税都市計画税というところで、まあ、ここのところについては出るときと出ないときちょっと差はありますが今回出てますからしっかり取っていただきたいというところですし不動産であれば49のような3000万の特別控除や軽減税率の特例これはもう品質ですからここはしっかり正解取っていただきたいなというふうに思いますと。はい はい続いてじゃあ相続に移りまして51から60のところになります。でここなんですけども例えば53のところを見ていただきたいんですがこれ疲れてると間違いそうなんですがちょっと一番読みますと累年課税による。えー 贈与にかかる贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円とありますけれども、これ、疲れてると呼び落としそうですが、これ、贈与者1人当たり110万ということは、お父さんから110万、お母さんが110万、おじいちゃんが110万、おばあちゃんが110万、これ、全部非課税になってしまうので、あくまでもこれ、受贈者単位で110万です。ですから今の、今の事例だと440万もらってますが、440万か引けるの百110万ですから、330万で税金かかっていく、贈与税かかっていくので、 ここですね贈与者ごとではありませんので注意いただきたいと思います。 であとはです、ね、問題54、まあ、遺産分割が出てますが、まあ、そんな難しい問題ではありませんので、まあ、ここら辺はいいのかなというふうに思います。で、ちょっと関係ないんですけれども問題59のところで遺産分割対策としてです、ねまあ、遺言書の内容が出ておりますが、まあ、遺言書がね今年の1月から変わっているところがありますので、まあ、今回は関係ないところが出ておりますが今後としてはやはり遺言書の変わっているところについては聞かれやすい と思うんで、まあそこら辺のでますあとはですね今回ちょっと、えー、事業承継対策がですねほぼ出ていないと、まあ、60番がそうなんですがそれぐらいしか出ていませんので、まあ、解きやすい問題ではなかったのかなというふうに考えますので、まあ、相続においては、まあ、7割以上は正解が望まれる問題ではないかなというふうに思いますでは続きまして、えー、資産設計提案業務に移りたいと思います 資産設計提案業務なんですがこれ先ほどですね回答数を数えてみたらですねちょっと間違ってるかもしれませんが、えー、72箇所ありますで問題は40問あって40問あるんですが結局72箇所あるので、まあ、1点か2点かということになっていきますがかなり時間かかります実際90分の中で72箇所埋めていかなければいけないのでできるところからやっていくという姿勢が重要かと思います まあ、FP 協会の問題に関しては、えー、非常に傾向が似通っていますので等位、まあ、1のところであればできればですねここ確実に正解を取っていただきたいところですしで今回、えー、午前中の学科試験でも行政問題が出ていましたがあのこれ必ずやっていただきたいことは、えー、午前中の学科試験があった時にちょっときにもし不明点があったら必ず休憩時間中に確認していただくとでそれをやっておけばですね、えーまあ、例えば FP 協会の今回の、えー、実技試験 では問1が行政問題になってますので、まあ、そこでもう一度確認が取れたと思うのでそうすれば問点確実に取れるととところだと思うのであの FP 試験はで FP はすね午午前と午後、えー、問題形式は違うかもしれませんが範囲は一緒ですから分からないところやっておけば午後のところでもしかしたら5点ぐらいです、ね、プラスが見込めることもありますからしっかりここは確認いただきたいと思います。 あと問い2のところのこちらの6つのステップもこれはありきたりの問題ですから確実に正解を取らなければいけないかなと思います。 で第2問の金融のところなんですが、まあ、問い4は外貨預金の計算ということで、答えはありませんから、自分で計算するんで時間かかるということが予想されますしまた、問い5につきましてもですね、投資信託の計算ということで、これもか計算時間かかる可能性もあるし、問い6もですね、まあ、最終利回りということで、最終利回りはそんなに難しくないのかなと思うんですけども、ということで、えー、今回の金融はですね、配点としては、 10点ということですが、これ先にやる問題ではないんじゃないかなということで、あの時間かかってしまったときにです、ね、あとで、えー、例えば、これあとで申し上げますが、後半の総合問題にも必ずも総合問題にも出ることが分かってるんで、で配点も高いですから、まあ、金曜先にやるよりは点数が取りやすいところからやっていくのがですね、えーまあ、得策ではないかなというふうに、個人的には思います。第第問問問移りましててのですね問い7これについても、えー 先ほど学科試験のところでもあった通おり、まあ、工事価格は何、えー、基準値標準価格は何とか、えー、相続性路線価は何ということなので、これもですね先ほどのところで不明点があればかく、えー、確認すれば確実に正解取れるので、まあ、これは落としていけない問題だと思います。あとは、ですねまあ、ここはまあできればいいかなと思うので、ちょっとすみません、えー、これでやめます。でで、えー、第4問のですね、えー、これ リスクの問題ですけども、リスクの問題では必ず。 保険証券の読み取りが出ていますので、まあ、今回は、えー、と問い11があいう3つなんですけども、まあ、ここはもう毎回出ているので、えー、ここのところについてはですね、えー、確実に正解を取っていただきたいなというところになりますあとは先ほど、えー、学科試験でもあったように、えー、三大疾病保障定期保険特約保険金額というのがあって今回交通事故で亡くなった場合というのがありますけども三大疾病のですね特約からもお金払われますのでそこ 間違えななないいいいでたいただきたいなというとうころになりますあとはですねちょっとこちらについてあと例えば問い14とかについては海外旅行の障害保険内容ですがこちらについてはしっかり復習とかされていれば対応できると思うんで、まあ、ですから今回第こちらが第3問でしたっけ。 第,問第,4問第4問は13点ありますけれども、まあ、かなりうまくやっていけば得点が稼げるんじゃないかなと思います。で第5問がですねこれタックスの問題なんですけれども、まあ、ここについては例えば17であれば退職所得の内容ですがここについては退職所得は必ずです、ね、計算式だけじゃなく退職所得控除額の内容とかこれも覚えなければいけないと思うんでここしっかりやっておれば4点確実に取れるところじゃないかなと思います。 で第6問が相続なんですけども相続の問い18はもうこれは基本中の基本の問題ですからえまずは相続の場合、えー、順番を決めることが重要になってくるんで、まあ、今回、えー、非相続人が亡くなりましたとありますけども第1順位いないで第2順位が今回お母さんがいますからそうするとお母さんのところで相続も終わりなので兄のところに行くことはありませんのでだからお兄さんは、えー、法定相続無しということになります。 ここは確実に3つ取らなければいけないところです。で、あとは問い19についてがですね。えー こちら相続時生産課税の問題ではありますが、まあ、ち,ょっとちょっと分量は多いんですけれども正解を取っていただきたいところかなと思いますし問い20のところですがここについてはもうこれ必ず覚えておか,かなければいけないところなので200平米はどういうとき330平米はどういうとき400平米はどういうときあと減額割合が50%と 80%2 つあるのでここも、えー、通常の受験生であれば確実に正解を取れると思うので問い20は絶対に落としてはいけない問題です。 で問二21も同様でこれ落としてはいけないかなと思うので比較的平易な問題ではなかったかなと思います。 で第7問がキャッシュフロー表に関しての問題ですがあの毎回キャッシュフロー表の問題が出ているのはもう分かっていることなので必ずですね、えー、問22と問23、このあと、については確実に正解が取れるようになっていただきたいのとあとは、発数処理が今回はど,どちらも万円未満した誤入となっていますが、えー、これがずっと続くわけじゃないので必ずその時にですねえー、その発数の処理、必ず確認するようお願いいたします。でまた第8問が、えー、これ係数早め表を使って 問題ですけどもこれも毎回必ず3問出ていることが明らかで、まあ、ど,どれも2点ずつなのでここの6点は確実に正解取っていただきたいと、まあ、合計、えー、合格点は60点ですが60点の中の6割、えー、ごめんなさい6点6点1割部分ですがこれ毎回出るの分かってるんでこれ必ず、えー、252627これは正解取っていただきたいなというふうに思います。 で第9問からここで総合問題が始まっていくんですが今回は第9問が16点の配点第10問が14点でただこれ合計すると結局第9問第10問で30点の配点があるんですよ。ということは。 10点の例えばちょっと例だして申し訳ないですけども金融のところで時間かけるよりはまずは第9問第10問先にやっていってこちらで30点の中で取れるだけ取っていくということが重要かと思うのでまあ、金融で時間かかってしまうとこういうところがえ落とし穴になってしまうのでやはりこちらは総合問題から先に解くべきではないかなというふうには思いますちょっと資料がちょっと多いのでですからちょっと時間かかるかもしれませんがまあ、これ逆に言うと時間がないときにやっていくともっとですねあの取れ正解取れるところをですね間違ってしまう。 危険があるんで、先にやるべき問題だと思います。 でここでも30とか31見てもらうと、まあ、30が日本学生支援機構の、えー、対応型の奨学金出てますしまた31番が積み立て n i s とイデコという比較なんですけどもこちらについても一般的な受験生であれば確実に抑えてるところだと思うんで、えー、正解を取っていただきたいなというところになりますちょっとあとはすいませんこちら、えー、割愛させてもらってと第10問第十問また総合問題がありますけれどもでこちらのところの、えー、問三35こちらが、えー、バランスシート の純資産額を求める問題ですが、これも毎回出てますので、しっかり正解取ってもらって、通常資産については時価ですね、時価で保険であれば解約返礼金の金額ですね、あとはローンについてはそのままのその時の残債を引けばいいので、必ずこれ、正解取っていただきたいなと思います。あと残りにつきましては。 まあそうですね、えー、ちょっとやっていただきたいなと思うんですけども、えー、まあこんな形でですね、まあ、FP 協会の方はこれで解説は終わりとさせていただきます。ただ、日頃からしっかり学習している方であれば確実に60点は取れる問題だと思います。 次に個人資産相談業務ということでこちらなんですけども、まあ、ここについてはまあか計算が非常に多いんですが例えば第1問のライフなんですけどもこちらについては老齢基礎年金の年金額というところがあるんですがただこちら資料が下にですね、ちゃんと用意されているので、まあ、そこに当てはめながらやっていけばいいのかなというふうに思うので、まあ、ここは時間かけてもらっていいと思うのでしっかり下の 計算式などを見ながらですね。丁寧にやっていただければ、正解は取れると思います。また、当、え、時、ー、がですね。確定拠出年金の個人型の話が出ていますけどもまあ、こちらについても冷静にまあ、ちょっと計算がし計算しなければいけないところもあるんですけども、冷静にやっていただいて、えー、あとはちょっと問い。 問い3がアドバイスに関するものですが、丸×という形になっていますけども、まあ、ここについてもまあ冷静にやっていただきたいなと思うんですが、まあ、今回のところにつきましては、す、ま、べ、あ、て1点ずつということになっているので、まあ、できれば6割は、えー、確保していただきたいなというふうに思います。で、第2問の金融なんですけれども、これがですね、まあ、問い4が今回、1が X 社および Y 社の ROE2 が X 社および Y 社の PER という形になっていて、まあ、これは、えー、配点予想のところで申し上げましたが、まあ、おそらくこれは丸1ができて2点丸2が両方できて2点だろうということでなのでまずは試験直前にはこの、えー、ROE とか PER PBR ととかこの計算式は必ず暗記すすべきだと思いますそ,れそれができれば、問い4で4点取れますし、あとは当然ながら、それができれば、ですね問い5の指標については、低い方がいい、高い方がいいというろいろあると思います、まそこも計算式と同じくやっておけば、ですね4と5については確実に点が取れるかなというふうに思うので、それができれば、もう6点7点取れるわけなので、合格ラインに十分足してくるかなというふうに思います。 で第ものタックスなんですけれども。 例えば問い7であれば損益通算の問題が出てますが、まあ、損益通算の対象になる所得は富士山上不動産事業山林上等ですねちょっと順番が今回の問題ちょっとその順番通りではありませんけども分かっていればです富士山上ですねだから、えー、と山林と、えー、事業これが抜けてますんで丸一が,がどうなるか丸二がどうなるかというのは他のところと絡んでいくことになるんで、まあ、最終的に丸一は事業所得ということ ことになるかと思うんですけどもまあ、そこらへちょっと気をつけていただきたいなというところになりますでまた問い8のところなんですが配偶者控除に関してはですね今は、えー 本人の合計所得が1000万超えてしまうと配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんからもうこれは今は必ず理解しておかなければいけないところなのでえ問い8の1は必ず正解を取っていただいてあと問い9についてはえ1がですね雑所得の金額と2が総所得金額ということになっていますのでちょっとこちら時間かけてもらって構わないと思うので丁寧にやってもらって金額は出せるようにしていただければなという,ふうに思います。 続いて第4問の不動産ですねで不動産については今回がですね手順が載っていますので、えー、憲兵率と要積率、まあ、どちらも載っていますから、まあ、ここのところ例えば憲兵率であれば緩和が出ますから緩和がされるということはどういう時緩和されるのか、えー、特定行政庁が指定した過渡地の場合あとはですね えー、防火地域内に対価建築と建てる場合ということで、まあ、通常の問題であればです、ね、今回の問題もそうですが防火規制は防火地域で今回は問題文、えー、問い中の冒頭に対価建築と建てるとありますからですから 10%10%、えー、10ということで20%になっていくんですがところが今回指定検兵率がもともと80%ですから80%の地域においては過度地関係なくですね、えー、防火地域内に対価、えー、建築と建てればそれで100%になるんで、まあ、そこのところをしっかり理解して 陽性率については通常に急においては全面道路の復員制限が出てきますから、まあ、今回6メートル指導というところです,、ねまあ、ですから法定常数もちゃんと書いてあるんで6メートルかける ×10 分の6で360%パー、で指定陽性率が400%パーですから今回360%パー使わなければいけないということであとセットバックも絡んでますからちょっとそこも気をつけてもらえればできると思うのでここら辺のことこですね。えー 冷静になって冷静になって正解を取っていただきたいと。あと同順位についてもこれ表とかで見ている方も多いと思うので、知っていれば取れる問題ではないかなというふうに思います。 で最後に第5問の相続なんですけれども、まあ、相続では問い順差にあるような、えー、こういう形の表があってですねまずは A のところで、えー、課税価格の合計を求めるでそこの後に遺産にかかる基礎控除額を求めていくので、まあ、今回の場合そこがですねできないと、えーまあ、できなそうに思えますがただ今回の問題は、えー、失礼しました課税価格2億円ですねだからこれ、この丸1間違えると丸、えー、2も丸 ③, 3も間違えますのでしっかりですね、えー 遺産にかかる基礎これ今3000万プラス600万かける法定相続人の数ですからそこを丁寧にやってもらってあとは、えー、法定相続分で安分していってあと計算していくのでこれ時間かけてもらって構わないのでしっかりこれ3、まあ、1、2、31点ずつではありますけどもかなり時間かかると思うんですが、えー、やっていただきたいなというところになります、まあ、あとはですね、えー、まあえー まあ、4 15のです、ね、1、2あたりであればしっかり5区区分があるわけなので入れていただきたいなということで、まあ、あの3級のです、ね、個人資産相談業務はちょっと今回すごく難しいなと思ったんですが、まあ、こちらの2級の個人資産相談業務につきましては、えー、日頃の学習しっかりしている方であればあの割割ない30点以上は取れると思うので、まあ、そういう形で,です、ねえー、まあ日頃の成果がつかみやすい問題ではなかったかなというふうふに思います。 はいということでですねこれであの配点予想終わりなんですけども本日ですねインターネットの方でですね実技試験につきましては合否判定が本日8時からですねできるようになってますのでぜひ興味のある方はアクセスしてもらって合否判定していただければと思いますはいではこれで配点予想終わりますお疲れ様でした